メソポタミアになかった珍しいものがいろいろあるな。一体何だったのだ、こいつらは。わかりません。うつつさんを狙っているみたいなんですけど。ねえ、この変な生き物、手紙みたいなものを持ってたよ。手紙？どれどれ？うわ、何この文字？全然読めないよ。暗号かしら？見たことのない文字だわ。指令書。え、うつつさん、もしかしてこの文字が読めるんですか？読めるけど。すごいです。なんて書いてあるんですか？近い、顔近いから、読むから離れて。出ないと心臓破裂して死ぬかも。だから死なないでください。いきなり近づいてくるとか、距離なしの誘客怖いよ。それで何と書いてあるのだ？うつかいたちに次ぐ。うつかい、それがこの子たちの名前なのかな。そうじゃない？うつうつ言ってるしね。聞かないなら読まなくていい？口動かすとだるいし、喋り疲れた。まだ全然喋ってないよね。普段どれだけ喋ってないの？きっとおしゃべりする人とかいなかったんだ。はあ、やっぱり私ってゴミ虫。そんなことないですから。待ち、黙ってうつつさんの話を聞くの。話してくれる？私たちはきっとあなたの味方になれると思うから。これ最後まで読んでも本当にそんなこと言ってられる？え？全ての聖典を破壊せよ。そしてスメラギウツツを拉致せよ。聖典を破壊？それにうつつさんを拉致するって。もう何なのよこれ。私が一体何をしたっていうの？お家に帰りたいよ。布団の中にくるまって悪い夢だったって言わせてよ。ランプ、マッチ、私うつつの元の世界を探す旅に出ようって思うんだけど、ダメかな？ダメじゃないです。ナイスアイデアです。私の力があればうつつのパスがつながってる場所を探し出せるかもしれないし、それにうつかいって奴らのことも気になるしね。ソラ様、アルシーブ先生、旅に出てもいいですか？前に旅に出た時は誤解がきっかけだった。いきなり飛び出しちゃって。いろいろあったが判断は正しかった。今回もその判断を信じることにしよう。アルシーブ先生、行ってらっしゃい。また旅の話をたくさん聞かせてちょうだいね。あちこちで変な事件が増えている。こちらも調査はしているが、何かあればこの通信機で連絡を。なるべく早く応援を出す。一度は世界を救ったお前たちだ。この度の異変も解決できるかもしれない。頼むぞ。はい。そういうわけで私たちと旅に出てみない？行くだけ無駄な気がするけど。君はまたそういうことを。ああ、でも
それしかないんだよね。邪魔になったらいつでも捨ててくれていいから。そんなことしません。それじゃあ行こう、うつつの故郷を探す旅へ。気をつけていってらっしゃい。